Ooh, that sugar sweet, you got what I need. Sipping on the potion, loving this devotion.ボンジュガトゥース1分ワイン基礎講座ニューメロ3巻セット、甲州についてですね、バックグラウンドですが、日本を代表する固有品種の一つです。1200年前もしくは800年前にシルクロードを経由して、入った品種です。白品種ですが、花皮の色がですね、薄い赤紫色で、酸度が低めで軽めのボディです。ワイナリー授乳、数量全体で、ナンバーワンです。また最新の醸造技術によりですね、甲州種にはですね、ソーヴィニョンブランに似たアロマが、隠れて存在することが分かり、その香りを引き出したワイン作りも、行われるようになりました。晩生型のブドウと言われていて、収穫時期は主に9月から、10月後半と幅広く、収穫年の天候状況や、育成状況、糖度や酸度などが、考慮され収穫されます。多岐にわたるスタイルが特徴で、チュールリー、タルジュク、スキンコンタクト、スパークリングワイン、中甘口、ごく甘口など、甲州ブドウには様々なタイプのワインがあります。ボンジュガトゥース1分ワイン基礎講座ニューメロ3カトゥーフ、ネオマスカットについてですね、バックグラウンドですが、日本で開発された、黄緑色のブドウで、甲州三尺と、マスカットオブアレキサンドリアを交配して作られました。岡山県にて広田森政によって開発され、1932年に命名されました。ネオマスカットは収穫適期よりも早く収穫したり、果実を多くつけすぎたりすると糖度が著しく低くなってしまうという性質を持ちます。この未熟なネオマスカットのことはスイマスと呼ばれ、品種評価の低下につながってしまいます。ボンジュガトゥース1分ワイン基礎講座ニューメロソアサンテアン、龍眼善光寺ブドウについてです。起源ですが、中国説とカスピ海説があります。どちらにしても昔に、中国から日本に入り長野県に定着したとされています。もともとは食用として、親しまれており、これまではあまりワイン用の品種としては注目されることはありませんでした。しかしここ近年、龍眼のワインの独特のエキゾチックな香りと爽やかな酸味、優しく穏やかな味わいが評価されており、注目度が高まってきています。ボンジュガトゥース1分ワイン基礎講座ニューメロスアソントア、ケルナーについてですね、バックグラウンドですが、ワインの北限ドイツで生まれた白ブドウです。1970年代にドイツと、気候の似ている、北海道に導入されました。耐寒性があって早熟、収穫量も多いと三拍子揃った優等生ブドウで、青リンゴやグレープフルーツのアロマにかすかなミントやハーブのニュアンス、爽快かつ適度なボリューム感を備えたフルーティーな白ワインです。魚介類との相性が抜群です。ボンジュガトゥース1分ワイン基礎講座ニューメロソアソントサンク、その他ですね、日本で栽培される白ワイン用白ブドウ国際品種についてです。ざと紹介しますと、シャルドネ、セミニオン、ソービニオンブラン、リースリング等が、日本でも栽培され、白ワインとしてですね、醸造されています。はい、ということ で動画を最後まで、見ていただいてありがとうございました。よろしければいいね、高評価ですね、するとコメントお待ちしております。何かアドバイスやリクエストとかありましたら、ぜひ書いてください。あとですね、工程料理について、興味ある方いらっしゃいましたら、コメント欄とかに、書いていただければ、何かお手伝いできることがあると思いますので、ぜひチャンネル登録と、合わせてよろしくお願いいたします。それでは、また、アラポクシェンのポア。